池田屋までもう少しだよ。宮部先生たちは2階にいるはずだ。思ったより遅くなってしまった。みんな先に始めているかもしれないね。おい、池田屋で新選組の大取り物やってるぞ。ああ、何でも浪人相手に切り合っているらしい。新選組じゃと？先生たちが危ない。急ぎ助けなければ。俺たちは誰にも止められん。私も参加できて嬉しいよ。一度切り合ってみたいと思って。
やはっちょっみやべ先生よくぞご無事で桂君どうしてそのまま逃げなかったのですそれにこの方は一体あの草加君たちも一目置く腕を持っています敵ではありませんよそうですかではそんな君を見込んで頼みがあります私が桂君を逃がします君は彼を守ってください何をまず先生がお逃げください先生に万一のことあっては倒幕はなせませんが本当に死ぬのはその志が世から途絶えた時です桂君が松陰君や私の志を継いでくれれば死んだことにはならない私には普及の見込みが君には大業の見込みがあるそうでしょう。わかりました必ずや大業をこれでよかったんですね。
ようですか。今じゃあるまい。勝負は預けておく。その腕、なぜ俺の元で振るってくれなかった。片森公は俺たちのことを買ってくれている。剣で名を上げたいならこっちに戻ってこい。そうか、残念だ。俺たちは巫舞寺にいるからな。その気があればいつでも来い。何度か退けたようじゃのう。こたびの会合は極秘だったはずだ。どこから漏れた。どうやら京都の情勢は私が思っている以上に目まぐるしく変わっているようだ。私が幕府に目をつけられていたのだろう。このままではまた同志の身を危険にさらす。他の同志からはなかなか聞けない言葉だな。だが君の言う通りだ。死んだ宮部先生に報いるためにも私は生きて退業をなさねばならない。私はしばらく身をくらませるよ。その上で幕府や諸侯の手の内を探ってみる。ありがとう。いずれ必ず戻るよ。君たちは
草加君たちについていてやってくれ。真に日の本のことを思っているならそうすべきだ。よろしく頼む。中岡、はるばるご苦労だった。いよいよ倒幕の時が来たの、草加。うん、共に戦えるなんて嬉しいぜよ。ああ、長州軍は山手に潜ませて歩き、お偉方を説得して大軍を連れてきたぜよ。騎兵隊も加われば恐るるに足らずだな。おおよ草加、大船に乗った気でいておっちょくれ。あいつらおまさんの号令を待ちわびとる。いつでも出れるぜよ。ああ、桂さんが見えんの。池田屋で新選組に襲われてな、なんとか逃げ延びたが、行方はまだ分からんのだ。そうか。けんどおまさんの腹は決まっとるんじゃな。ああ、長州軍が来てくれた機を逃したくない。私が松陰先生の理想を実現する。土佐から逃れたわしをおまさんと長州は受け入れてくれた。今こそその恩を返す時じゃ。以前のいざこざは水に流し、共に長州と戦ってくれないか。今日に不慣れな我ら薩摩者がお役に立てるとは思えませぬが。そんなことはないぞ。先代の成明公は先見の明があった。こんな時のためにイギリスと取引し、最新の武器を手にしていたな。それに成明公は幕府にしきたりを改めるよう求めていた。真に幕府を思う忠義者の鏡よ。この俺と薩摩が強く結ばれれば先君の意志を実現できるだろう。なあ、あんたもそう思わねえか。